玉田玉秀祭は、高段の名跡。玉田長則の浸透公爵の流れを組む玉田派の名跡。当代は四代目。長らく二代目とされていた玉田玉秀祭の襲名以前にもう一人いたことを示す資料が見つかり、調査が進められている。三代目玉田玉秀祭は、初代玉田玉秀祭の門弟。本名は、加藤万次郎。 即帰公団時代のペンネームは、石家三人、野花三人など。号は、玉人。長らく、二代目とされていたが、2016年に、極道南洋が、玉田玉州祭を襲名する際の調査で、初代の後に、幻の二代目が存在することが、明らかになったため、三代目に変更された。京都の新職の家に生まれ、幼少から公団に親しみ、大阪で、 鈴職人を経て公団に入った。1896年に巡業中の今治で、人妻の山田隆と駆け落ちし、大阪に戻る。隆は海鮮トンや日吉屋の内にで、玉田の一歳上、夫と五人の子を残しての出本だった。隆の長女、ネイは、母親の駆け落ちを理由に、突起先から離縁された。玉田は即記者の山田宮子一郎と組んで、 即期講談に展示、三代目、玉田玉秀祭を襲名。山田宮子一郎とネイを結婚させたが、二年ほどで離婚したため、それを契機に即期講談から書き講談に転じ、高志の子供たちも加わって一派を作って活動し、1911年には一派で、立川文庫の企画、執筆を行った。ネイの娘の池田蘭子も立川文庫で、執筆や小説を書いた。 ランコは、その後、パーマ技術を学んで、大阪で美容院を開業して成功し、自伝小説、序文を上司、菊田和夫の脚本で舞台化もされた。四代目、玉田玉秀祭はスウェーデン語を含む八カ国語を操る、講談師である。全名、極道南洋。大阪市平野区に生まれる。大阪府立長野高等学校から、大阪市立大学法学部卒。 高校時代にスウェーデンに長期留学。2001年11月、極道湖南寮に入門。語学一般を用いて赤十字語学法師団などのボランティア活動を行っていた。アメリカ・ボストンでの英語講談、修羅ラジ読みの模様は NHK ワールド、ホワッツ・オン・ジャパンで全世界に放送された。英語のほか、ブラジル・パラナ州でポルトガル語講談の経験がある。 FM 心ココニートライブや桜 FM、選手ジョリー FM などで映画の予告編講談や、北欧講談などのほか、地域に密着したラジオ番組を担当している。また、コミュニティー誌、センは、村で映画のコラムを執筆している。2016年11月、4代目、玉田曲集祭を襲名。ありがとうございます。